2015年2月に突如として発表された衝撃的な計画。それは中央線快速電車における12両編成化及びグリーン車の導入計画だ。東京から新宿や中野、吉祥寺などを経由し、高尾や大月、小梅線の小梅までを走る中央線快速電車に、新たに2階建てのグリーン車を増結した上で、12両編成化するという衝撃の発表がなされたのである。2020年度末よりサービスを開始すると発表されていたこの計画であるが、様々な事情があり一旦未定となり、その後2018年4月に、改めて2023年度にサービスの開始を実施すると発表された。なお実施時期を延期した理由は駅のバリアフリー化など、他の施策との調整や、関係各所との協議などに想定以上の時間がかかるために、工事計画を見直すため、とのことらしい。さらに2023年度に開始すると発表した際に組み込まれるグリーン車のイラストや、グリーン車組み込みに関連した工事の概要なども発表され、同時に、関連工事として現在の4号車、グリーン車組み込み後の6号車にトイレを設置する計画も発表された。以前、当チャンネルではこのグリーン車組み込みに際して、気になるポイントなどを列挙したのだが、今回は、グリーン車組み込みに関連した中央線快速電車の車両の動きについてを見ていくこととする。中央線快速電車及び小梅線、五日市線系統を走る、オレンジ色の電車である E233系0番台であるが、中央線快速電車関連の運用で使われる10両貫通固定編成の T 編成。中央線快速電車関連の運用で使われる10両編成であるが、6両編成と4両編成に分割可能で、場合によって片方の編成を切り離して、ホームの長さが短い支線などにも入線する運用をすることが可能な H 編成。主に小梅線、五日市線用として、6両編成と4両編成が単独で使用される青編成とが存在し、青編成は600番台の6両編成と400番台の4両編成が存在する。2015年3月時点では T 編成が42本、H 編成が16本、青編成の6両編成が12本、青編成の4両編成が9本在籍していた。なおこの時点では青670編成が8500番台となって南武線へ転属しておらず、小梅線、五日市線用に活躍していたため、その編成も在籍数に含まれている。グリーン車導入計画の発表からおよそ3ヶ月経った2015年5月、青編成の運用削減を受けてか、青659編成と青459編成をベースにこんな編成が誕生した。その編成こそ、トタ H59 編成である。トタ H59 編成の導入目的であるが、この改正前後で運用の増減がなかったため、単純に言うと予備車の増加を目的としたと見ても良いだろう。これによって中央線快速電車編成数は59本となったのだが、グリーン車の導入本数はなんと58本のみである。そのため、H59 編成が誕生した目的は、グリーン車導入に関係する引き通しなどの工事をするためと見て良さそうだろう。1本予備を増やすことにより、グリーン車組み込み準備改造工事期間中の入場期間を長くする。これが H59 編成が誕生したきっかけとなったと思われる。これによって、中央線快速電車編成数は T 編成が変わらず42本、H 編成が17本、青編成の6両編成が11本、青編成の4両編成が8本となった。なお現在は青編成の6両編成が10本となっているが、これは先述した通り、青670編成が小梅線、五日市線運用から離れて南武線へ転属し、E233系8500番台那覇 N36 編成へ改造され、南武線に1本だけ残っていた209系2200番台を置き換えたためである。しかし、後の計画変更で中央線快速電車へトイレを導入することになった。このトイレ設置工事というものはトイレの単純設置以外にも、汚物処理装置の設置や重量のバランス取りなど様々な改造工事が存在し、結構な時間がかかる工事となる。そのため工期の関係から H59 編成の他に、さらに予備編成を2編成ほど増やす必要性が出てきてしまったのである。本当であれば同じ形式である E233系を他線区へ転属させる前提で作ったり、また他線区で余剰となっている10両編成の E233系を持ってくるのが一番いいのだが、このトイレ設置工事に際して予備車として必要となる、
E233 系10両編成2編成ほどを捻出することがほぼできない状況であり、また新造に際しても2018年現在で E233 系はすでに旧型の形式となっているため、新造するというのも不効率なものであったと見れるだろう。そこで他線から別の車両を捻出することになったのであるが、ちょうどとある路線である車両が2編成運用から外れそうな時期となり、ちょうど余っていたので、その車両を予備車両として中央線快速電車にて運用させることになったのである。209系千番台、 JR 東日本の新時代における電車の先駆け的存在ともなった209系の地下鉄直通仕様であり、常磐線各駅停車及び乗り入れ先の東京メトロ千代田線で運用するため、1999年に製造された車両です。投入路線の信号保安システム更新に伴い、列車増発をする目的で製造されたものである。仕様としては当時絶賛量産中であった209系500番台をベースに製造されており、車体は自動溶接を多用した軽量構造のステンレス製で、先頭部が FRP 製なのは他の209系と変わらずの仕様。ただし209系500番台が車体幅 2950mm の拡幅車体とされたのに対して、この209系1000番台では車両限界の狭い地下鉄へ直通するため、車体幅が 2800mm の狭い幅の車体とされ、209系500番台で見られる外絞りはなく、ストレート車体となっている。また前面も1000番台オリジナルのデザインとなっており、正面から向かって左側には非常用の貫通扉を配置している。引き面については従来の209系から基本的には変わりはなく、主電動機は定格出力 95kW の誘導電動機を採用し、1両の電動車につき4個搭載。制御装置も三菱電機製の GTO サイリスタモジュール素子を使用した 3VF インバータ制御装置であり、2両の電動車につき1台ずつ搭載。1つの制御装置で4個のモーターを制御可能なものが2つ組み合わさった構造となっている、いわゆる 1C4M 2分制御と言われるものである。電動車の構造は2両ユニット構造であるが、地下鉄直通に際してパワーが必要であるため、通常の209系10両編成では編成中に2ユニット4両の電動車が連結されている構成となっているところが、同じ209系をベースに作られた臨海線の7万型の10両編成と同じく、10両中6両3ユニットの電動車が連結された構成となっているのが特徴であり、これに伴って機動化速度も強化されていることは特徴の一つとなっている。1999年12月に信号保安システム更新に伴い、列車増発をするダイヤ改正を前に、当時の東急車両製造で10両編成が2本製造され、的81編成と呼ばれる第1編成が8月24日、的82編成と呼ばれる第2編成が9月7日に横浜の工場を出場し、松戸車両センターへ配属された。しかし、当時の常磐線各駅停車系統では車両を置き換える必要性がなかったため、製造はこの2本で終了となり、新車となった。とは言っても運用は共通運用であり、203系や207系、E233 系2000番台に混じって運用され、カンタグラフをシングルアーム式のものへ交換したり、スカートを交換したりしながら、2018年までほぼそのまま運用され続けてきた。なお2016年以降、E233 系2000番台が小田急線に乗り入れるようになったが、この209系1000番台は乗り入れることはなく、それ以降、小田急線に乗り入れない運用のみに入り、先頭車の前面には小田急へ乗り入れられないことを示す、E の文字が書かれた青いステッカーが貼られていた。そんな209系1000番台も製造からおよそ19年が経ち、千代田線のホーム側設置に際して、ホーム側に対応をさせないことなどから運用を離脱させることになり、2018年10月13日の、ありがとう209系常磐線各駅停車の旅という題名のさよならツアー運転をもって、209系1000番台は常磐線各駅停車での運用を終了した。一方その頃、中央線快速電車ではトイレ設置工事を含めた、入場期間の長い工事を施工する計画があり、さらなる予備車を確保する必要があった。そこでその予備車として抜擢されたのが、209系1000番台であったのだ。209系1000番台を中央線快速電車に転用するにあたって、一部の箇所において仕様の変更が行われた。それは号車番号をそれまで取手側が10号車を向くものになっていたのが、取手側が1号車になるように反転したことと、
帯色を常磐線各駅停車のラインカラーであるエメラルドグリーンから、中央線快速電車のラインカラーであるオレンジ色に変更した程度で、帯に関してはそれまで常磐線快速電車との誤乗防止の観点から上部にはなかったが、中央線快速電車に転出するに合わせて上部にも貼られている。一方、T233 系0番台が装備するボタン開閉式半自動ガー機能や、液晶ディスプレイ式の案内表示機などは設けられず、機器更新も未施工で、モニタ装置も E233 系と同じ TIMS ではなく旧式の MON であるなど、あくまでもつなぎの役割であることが強く伺える箇所も多い。2018年8月にまず、的81編成が中央線快速電車へ転用するために大宮総合車両センターに入場し、11月に出場。追って的82編成も入場し、年が変わって2019年1月に出場した。半自動ガー機能がないことなどから、異常時が起こらない限り運用範囲は中央線快速電車の東京、高尾間に限定するらしく、青梅線や、高尾、大月間には入線こそできるものの、基本的には入らないことになっている。この運用制限がかかっていることからも、つなぎの役割であることが伺えるのではないかと思う。現在、2編成の転用が完了し、新たな配置区所となる豊田車両センターを拠点に、試運転や乗務員訓練などを行っている最中の209系1000番台。近いうちに営業運転を限定運用でも始めると、トイレ設置工事を含めた大掛かりなグリーン車組み込みに向けた改造工事が、中央線快速電車用の E233 系0番台の58編成に対して行われることとなる。そしてトイレ設置工事を終えた編成は、地上設備の対応が終わると思われる2019年頃からトイレの使用が可能になるとされており、追って2023年度には、グリーン車サービスが中央線快速電車においても開始されることになり、これによって東海道線、横須賀線、総武快速線、宇都宮線、高崎線、常磐線普通列車、中央線快速電車という、何らかの形で通勤後方面作戦における複々線化に関わっている路線の速達系統の全てにおいて、グリーン車サービスが実施されることになる。地上設備に約650億円、車両に約250億円、合計900億円という巨額の費用を投じて行う一大プロジェクトである。中央線快速電車へのグリーン車導入が成功に終わることを祈り、この動画を終えたいと思う。